ちゃんおいで、もこちゃんおいで、猫先輩出て、猫さん、ドドドドドドド、おいで、おい、何変だよこんな感じ。する様子が一個もありません。怖いんだね。怖いよ、いろいろ性格。こっちこっち。ちょっと離れてみよっか。怖くない。ちょっと離れてみよっか。ちょっと離れて。はい、どうぞ。恥ずかしい。恥ずかしい。はい、どうぞ。これ。どうじゃ。そんな声出してたら来ないよ。痛くないよ。なんか危険しか感じるの。こんなお父さん猫やったら。トントンしたら怖いよ。猫ちゃん。上から見てみよっか。くるくる。おい、猫ちゃん、来い。上から見てもいいんだよ。多分ね、近寄りすぎてて怖くて出れないと思う。ボールでお見せする？カチカチ開いた。かわいい。またまたまたあった。またびっくりするよ。あ、触んない触んない、怖い怖い。よしよし、したうん、よしよしはいいけど、顎の下ね、口の下、上から行ったら、あ、セイコンちょっとやめとこっかな。こうやってやるんじゃん、こうやって。怖いって、猫ちゃん怖いよってなる。ブラブラブラ。なんか出てる。あー、奥行っちゃった。あ、もうあんまり触んないとこっか。ちょっと寝かせる？出るんだよ。お布団来たんだよ。出たお布団来たんだよ。今ちょっと怖がってるからね。これあれかな、みんな部屋から出たのあるか。ちょっと部屋出てみる？ちょっと出てみようか。出てみようか。うん、カメラそこ置いとくか。カメラ置いて出てみようか。カメラ置いて、じゃあ5分ぐらいしたら。そうだよな。三脚いる？ちょっと三脚いる？ちょっとセッティングしますか。はい。はい。はい、ああ、怖かった。みんないなくなったかな？どっかに隠れてるんでしょ？この緑の布の後ろ怪しいな。ていうか、何この緑の布。どうやら誰もいないみたいね。じゃあちょっと出てみようかな。ゆっくり、ゆっくりとね。うわ、誰か来た。怖い、怖い。よし、音もしなくなったわね。それじゃあもう一回出てみよっと。
初めての場所はやっぱり怖いなぁ。どこに罠があるかわからないしさ。匂いを嗅ぎながら慎重に。人の気配がする。大丈夫かなぁ。やっぱり何かいるな。外にいるみたいだな。あんまり人間と触れ合ったことないから。まだ人に慣れてないんだよなぁ。早く慣れたいんだけど。今はまだ怖い。とりあえずこの部屋は大丈夫ね。よし、一通り部屋の探索も終わったわ。この部屋には罠はなかったわ。気になるのはこの緑の布だけね。早くどっかに持って行ってくれないかしら。うわ、いきなり帰ってきた。で、声かけたらあかんよ。ただでさえ人が苦手なのに。子供なんて絶対無理だよ。なんで閉めるん？閉めなくていいよ。ほら、逃げ場がなくなっちゃう。そこ閉められたら困るんですけど。びっくりしちゃうよ、そんな音がした。閉まっていい？ダメ、ダメ。あ、セイクどうしない、どうしないよ。危ない。猫さん逃げろ。怖いよ。この子全然めちゃくちゃだな。ダメダメ、こんなの。セイ君が危ない。セイ君が。この女の子はいいんだけど、あの男の子をどっかに連れて行ってほしいな。歩いたらいいだけだよ。野菜美味しくないよ。食べれないよ。食べれないでしょ。食べようとした人おったけど。姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃん、ちゃんと掃除機かけました、さっき。姉ちゃん、この下に避難しとこう。この中、結構狭いな。隠れ場あるかよ。隠れた。完全に隠れとこう。あ、隠れちゃった。あ、ユリドンってしたらびっくりして逃げるよ。どんどんするのやめてね。はい、出ていかないからね。今日から新しく家族に猫ちゃんが増えました。子供たちいなくなるまで出ていかないからね。猫ちゃん猫くん、カネトーク来たね。グッドボタンもおったね。見て